皆さんこんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。昨年6月の任天堂ダイレクトの中でゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の開発を始めたことをお伝えしましたが、今でも世界中の多くの方にブレスオブザワイルドをプレイしていただいていることに心から感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございます。続編では皆さんからご好評をいただいた広大な世界を自由に探索する面白さをさらにパワーアップして楽しんでいただけるようにスタッフ一同開発を着々と進めていますので、続報をお伝えできるまで今しばらくお待ちいただきたいのですが、それまでにこんなゼルダ体験をお届けしたく一本の映像を用意しました。ではご覧ください。La storia del regno di Hyrule è segnata dalla calamità conosciuta col nome di Ganon, che da tempo immemore vi si scaglia contro. È giunto il momento di spiegarti cosa accadde 100 anni fa. ご覧いただきましたのは、光栄テクモゲームズさんが開発されているゼルダ無双厄災の黙示録です。物語はゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの100年前の世界が舞台となっています。ブレスオブザワイルドでも100年前の大厄災は語られていますが、ゲームの中ではそれを表現することはできませんでした。このゲームではその大厄災を体験いただくことができます。ではここでこのゲームを開発されている光栄テクモゲームズさんの林プロデューサーに登場いただきましょう。林さん、お願いします。皆さんこんにちは。本作のプロデューサーを務める光栄テクモゲームズの林です。ゼルダ無双厄災の黙示録は青沼さんから大厄災を無双で描ければ面白いものになると思うのですがいかがでしょう。ハイラル王国と厄災ガノンの戦いは大軍が描ける無双の遊びがふさわしいと思うんですとお話をいただいたことから開発がスタートしました。今までのゼルダ無双はゼルダの当たり前をとにかくたくさん詰め込んだタイトルでした。ブレスオブザワイルドはそんな当たり前をことごとく覆していて、皆さんにとってもそうだと思いますが、長年シリーズを遊んできた私にとっても特別な体験でした。本作は今までのゼルダ無双シリーズとは違い、ゼルダチームの皆さんに遊びの方向性、グラフィック、世界観、セリフの一つ一つまでご意見いただきながら開発を進めてきました。そして無双シリーズの一騎当選の爽快感や多彩なプレイアブルキャラクターはそのままに、ブレスオブザワイルドの100年前の世界を体験できるタイトルになりました。あの大厄災でリンクや4人の英傑、そしてゼルダに待ち受ける運命をぜひご体験ください。林さん、ありがとうございました。前作のゼルダ無双の開発の時にも林さん率いる無双チームの皆さんの
ゼルダの伝説に対しての深い理解には驚かされましたが、今作ではさらにブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界観の細部にまで無双という遊びを融合させて、前作とは一味も二味も違う今までにない体験を実現してくれました。そんな原作では表現できなかった知られざる厄災の戦いを、前作のゼルダ無双をご存知の方はもちろん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドを遊んでいただいた方にもぜひご体験いただけたらと思います。ゼルダ無双厄災の黙示録は11月20日発売です。本作と同様に引き続きゼルダの伝説シリーズをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。